ははい今日は南相馬市にお邪魔しています現在南相馬市もどんよりとしたグレーの雲がどあの近くに迫っているんですね。で私が今来ていますのは南相馬市の大木戸地区というところになるんですが近くにはジャスモールという商業施設それから石上第二小学校があるんです。さあ 今日の未来マップチャャレンジャーご紹介しましょう今日お話を伺いますのは、NPO 法人みどりとだ花の第一学園理事長の岡清志郎さんです、こんばんはこんばんんんばばは。は、えー。今、私がお邪魔しているのが、この、えー、NPO 法人の大木戸農園という畑なんですが、すっかり蚊に刺されましたよ。はいはいはい 夕方ですからね非常に爽やかな風も吹いているんですが、はい、この大木戸農園たくさんの野菜が植えられてますね私も先ほどえこれは何でしたっけオクラをいただきましたけれども、はい、えー、とですねここはいろんな野菜を、まあえー、試しに植えるということで放射能の実証実験のためも兼ねて、えー、作物にどういうふうにえーえー 放射能が移行するかというのを調べながらやるということも兼ねている農園です、はい、しかし震災から4年ですからそれ以前はこの NPO 法人というのは全く違う目的だったと思いますがはい、えっ、ー、とそもそもは里山に植樹して器量、えー、いっぱいにするという緑を 育てる事業が主な仕事でした。ということはここだけではなくてこのそう南相馬市内いろんなところでやられてたということですか。そうですね。あの総宗地区をまあ対象として<ー>里山総宗地区の里山に、えー、木を植えるというのが主な目的で設立された NPO です、うん。先ほどあの岡さんのご自宅にまずお伺いしたんですがお花がいっぱいでしたけど。ええ。 えと花もですね、えー、旧原町市は花いっぱい運動というのをやってましたんで、はいえー、それの引き続きで、花運動を、花いっぱい運動を、街路に、はいえー、花いっぱい運動をやるということで、はいえー、その一部を我々の農園で作って、育てて、それを提供しているというようなことがあります。 そうするとこの南相馬市内の、えー、原町地区あたりのお花というのはお母さんたちがやってらっしゃるそうです、あの、街路に植えてるの、<え>春と秋、2回、えーまあ、やってるわけですけどす、えー、まさしくこの NPO 法人の緑と花の第一学園ということにふさわしい活動なわけですけれどもしかしながら震災後、先ほどもお話にありましたように活動の内容が変わりましたよね。 山仕事ができないと、えー、から山の参道の整備だとかいうこともできないもんですから、えー、え農地で野菜作ったり花を作ったりすることがまあ主な活動に少し変わりましたまあその他に震災後にボランティア活動として えー、仮設住宅の住民のために、はいえー、農地を借りてそこをー、はいえー、仮設住宅にお住まいの方の男性が、えー、畑仕事をすると、はい、で作物を育てたり花を作ったりするということもやってます。うんうん あのここに来るまでの間に、えー、仮設住宅牛越え仮設住宅非常に大きいところがありますこの南相馬市内には仮設住宅にお住まいの方が約4200人ぐらいいらっしゃるようなんですがそういった方々とやってらっしゃるんですかそうですねまあそれの一部分ですけどね、うん、牛越えと八方内とお大鹿の仮設住宅いる方を、まあ、主に対象にして、うんえー、ボランティア活動から あその農地を借りて、えー、畑仕事をやっていただくというようなことの活動をやっております、うん、実際仮設の方々とそういった畑仕事をされていていかがですかえとですねまあ初めのうちはねサロンをやってたんですけども、はい、お茶飲みしたり、えー、手仕事をしたりすることをやってたんですけども、えー、男性がなかなか出てこれないということで。はい 女性の奥様方からうちの旦那をなんとか引っ張り出す方法ねえかというような話がありまして、で近くの農地を借りて、ま畑仕事をやるというような形になったわけです。その畑のえっと皆さんでやっていらっしゃるのには名前があるようですね。はい、牛越みんなの農園ナンバー1とナンバー2がこれから、え。ー 作ろうとしているものと2箇所あります。あ,あのじゃあ増えていくってことですか。そうです。あの一、ー、箇所まあ十人程度、えーうん、しかあのー、割り当てできませんのであ<ー>、えー、溢れた人は次の畑をまた借りて、はい 2> えー、第2番目のこれから、えー、割り当てをしようかなと思ってるんです。 それをやっている方々というのはあのそういった畑仕事初めての方々ですかえっと初めての方はまずあんまりいないと思いますけども昔小高だとか原町の山際の人でやってた人がほとんどだと思われますじゃあ皆さんベテラン揃いですから任せても安心ですねそうですねあの上手ですですお花作作っっってててもも野菜作っても上手です立派ななのがなってます。 まますますこの南相馬が緑と花にあふれていきそうですよね。そうですねあの、うん、10月頃にはそ,れそこで採れた、はい、あ大根白菜を使って<ー>収穫祭を、うん、仮設住宅の。はい 集会所で催すんですけども、いいですね,それ,ね、はいええ、それを毎年、今現在やってます。そうですかさあ、岡さんのほかに、実はですね、みだり、緑と花の第一学園の、えっ、ー、と。佐々木さんと山本さんにも、実はお越しいただいてました。先ほど、あの、オクラを取っていただいたり。さあ、これから収穫の秋を迎えますが、佐々木さん。どんな畑、何が植わるんでしたっけ、ここ。これか、ほらですね。あの、ここには、白菜。白菜。白菜と大根。うん これから株、カ<ブ>それから色のついた株ね色のついたいろんなものができそうですね <laughs> さあそしてえ山本さんもいらっしゃいますけれどもさあおいしい野菜ができるといいですねそうですね、うんはい、それがあと収穫して、はい、キムチ作ったり<ー>、えー、そういう大根を干したりねんそんなことをうのうのやります。 楽しく迎えたいと思います。今日はどうもありがとうございました。はい、はい、どうもありがとうございました。石田さんこちらからは以上です、はい。ありがとうございました。では皆さんあちらに向いてあの手を振っていただければ。はい、そうです。<laughs>